はようございます、しんむです。今日はあつ森の6月の変化を楽しんでいきたいと思います。イエイ。6月はついに夏だということで、たくさんイベントが追加されております。ジューンブライド、夏の貝殻集め、夏至シーズンアイテムなど、夏や梅雨もね感じるようなシーズンとなっておりますので、あつ森の初夏を楽しんでいきましょう。ちなみにこのエリアは先月新しく作ったジェシカちゃんのお家周りです。5月の動画の方でね、準備したり告知したりしていたと思いますが、出しから完成まで終われない待機配信で見事完成することができ、さらにそこから島整備をすることで神武神島島クリエイト完成となりました。ミニ番地も改めて公開しているので、島と一緒に動画の中で紹介できればと思います。よかったら最後まで見てください。それではやっていきましょう。とりあえずまずね、ジェシカちゃん家のお家周りはピンクカラフルポップな、こう砂漠を開拓した街エリアとして作り上げることができました。ポイントはやっぱなんといってもこのマーデザインを活用した横断歩道ですね。素敵なマーデザインをお借りして、一度はやってみたかった道路クリエイトをね仕上げることができました。この横断歩道お気に入りでね、何回もね渡りたくなってしまいます。ハニワたちも一緒にね横断歩道を渡ったりとか生活しているところがポイントとなっております。また中世の街並みやサイドを使ったね街並みの表現、都会の表現だったり、ピンクの中の黄色アクセントカラーにジェシカネキらしい色合いを交えた車やスクーターとが走っている道路、かつじゃじゃん、アヒルさんが渋滞しております。この斜め渋滞もすごくお気に入りです。5月の動画の方でゲットしたタンクもねバッチリと背景に飾ってます。思ったよりねすごく大きくってめっちゃ感動しました。こういったどでかい角が背景にあるだけでかなり重厚感が増しますよね。さらに奥はね海もちゃんと見えるということで、どこを切り取ってもお気に入りのエリアを仕上げることができました。ネキがさ部屋にいるから部屋もね作ったんで見ましょうか。じゃじゃーん。あ、ネキめっちゃ夏らしくっていいね。部屋の中は青色もアクセントカラーに交えた外の島クリエイトの延長線上のカラフルポップなバーとなっております。こういったところにね今から来る夏、冷たいジュースを飲みに行くと最高ですよね。ネキ部屋とかしまくりとか気に入ってくれてるかな。うちの地元は気のいいやつばっかでいいとこなんだよ。ほう。でもとにかくだだっぴろくってね、家の近所をふらついててもなかなか人に会わないんだ。あー、解釈一致。ネキは田舎から都会に引っ越してきたみたいな設定で今回のしまくりも作ったので、こう何もなかった砂漠の土地を開拓した新しい都会にネキを一歩踏み出しに来たと。たまに自分が作った設定に住民さんの会話が乗ってくれるとめっちゃテンション上がります。その点神武神島はすぐ出したいからいいね。うわー嬉しい。これからこの島でたくさんまた遊ぼうね。ということで先に夏について触れたので、夏のねアイテム紹介したいと思います。おそらく浜辺に行くと夏の貝殻が落ちていると思ったんですけど、あれ落ちてない。落ちてないですね。海岸しまくりしすぎたせいでここスペースなかったんかな。あれ本当に一つも落ちていなかったんですけど、夏は6月1日から8月31日まで夏の貝殻がね海岸に漂着していることがあります。これですね、青いやつ。そして風船から落ちてくるレシピ全部で90類夏の貝殻シリーズ。貝殻のリース、南の海の壁、水中の壁紙、海底の床、星の砂浜の床、水面の床、夏の貝殻のラグ、貝殻ポシェット、貝殻のステッキです。特にこの貝殻のポシェットは真っ白なので身につけるとすごくテンション上がります。ででーん、身につける。うん、かわいい。いや、どんな服にも合いますね。よーく見ると、ショルダーのところのつなぎ目がパールになっているんですね、これ。え、めちゃめちゃ細かくて、オシャレじゃないですか？現実で買うとなるとめっちゃ高そう。ジンム、この海の底の床も作ったことなかったな。これかわいいから作ってみよう。ちなみに、ここのね、DIY スペースも新しくできたエリアです。じゃじゃん。ちょっとしたショースペースにね、キノコ額を使ったカラフルポップな作業場を作ってみました。すごい小さなエリアなんですけれど、倉庫、DIY、そしてキッチン、さらにクローゼット、実はここに ATM まで隠されてとても便利な機能を持っております。特にね、おすすめなのが、この倉庫のリメイク。あ、こんなカラーリングあったんだってぐらいすごく目立つ可愛いカラーに、さらにね、ここに梨のタンス隠れてるんですけど、梨は普通緑なんですが、緑の梨をリメイクすると、黄色のね、タンスになるということを気づきまして、緑がラ・フランス、そして黄色がル・レク
クチェと、なんかめっちゃおしゃれな名前じゃない。おしゃれすぎて名前覚えられないかと思いきや、おしゃれすぎてたくさん口に出して読みたい単語だったおかげで、無事、レクチェの名前は覚えることができました。これ結構盲点だったので、これリメイクして配置できたのは、すごく発見。ヒーロー好きにはたまらない家具となりました。さらにね、さっきからちょっと気づいていたんですが、6月から、アジサイも咲いてますね、低木。おー、綺麗。このトンネルエリアはね、梅雨を楽しむためのエリアにアレンジしてあるというところで、美しいアジサイが咲き誇っている感じが超テンション上がります。梅雨でジメジメした夏もね、アジサイ見れば結構パーッと気分晴れますよね。こういった梅雨にしかできない島クリエイトも楽しむのがグッド。ここには葉っぱの傘と長靴も配置して、梅雨をピチピチと楽しんでいる様子を描いております。で、床ちょっと引いてこよう。試しにこのメインの部屋にドンと弓底の床。おお、あ、なんかめっちゃ神秘的かもしれない。なんかさ、床がすごい揺らいでるよね。うわー、綺麗。そしてちゃんとね、踏むとピチピチと、水の部分を踏むとピチピチとなるところが細かい。このサンゴの部分はピチピチとならない。ちなみにサンゴは実際に踏んでしまうとね、足の裏食べられてしまうので要注意って、前シュノーケリングをした時にサポートの人が言っておりました。意外と危険。待って、遊んでたら、チャー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 遊びに来てくれたわ。ごめん、今、床水浸し。なんかめっちゃオシャレしてきてるね。決まってるね。どうした？濡れるよ。そこ入ったら、あー、濡れ。るの回避してる。すごい綺麗に回避してる。お茶とお菓子はお構いなくだぞ。でもどうしてもって言うなら、プロテインがいいな。ごめん、プロテインは用意してないな。プロテインはないけど、クリソーならあるよ。これじゃダメ？ダメか。俺なんか住民さん全然水に濡れてくれない。すごい絶妙に回避してる。ほら、濡れないように歩いてる気がするんだけど、気のせいかな。あ、気のせいでした。ラタンのソファーが置いてあるなんて、まるでリゾート地みたいじゃんか。床に寝そべって小麦色の肌にしてみるとか考えてんのか。あ、ここ部屋の中だっけ。いえ、まあでも深海海の中で寝そべってね、日焼けするのは夏らしいなって感じますよね。そちゃありがとう、来てくれて。ということで、このクリーンバック部屋に引いてみるとこんな感じになります。まあ幅広い方やっぱりとても綺麗に見えますね。この赤と青のサンゴの組み合わせがとても綺麗です。こんな感じで、実は作ってなかった季節レシピを作ってみるのも楽しいですね。そしたら次、こちらの VTR をどうぞ。パニエルさんから電話。もしもし、こちらはパニエルだよ。突然電話しちゃってすまないね。今年もリザさんとカイゾーさんからウェディングフォトの撮影を頼まれてね。また君に協力してほしいんだ。リザさんとカイゾーさん、何年経ってもウェディングフォトを毎年撮る、ラブラブさ。急な話ですまないんだが、私の島へ来てもらえないかな。それじゃあよろしく頼んだよ。ということで、6月は1日から30日の間、1ヶ月間にわたりリザとカイゾーの結婚記念写真を撮っていくイベントがあります。早速向かいましょう。パニーの島来ましたけど、今年も楽しそうにやってますね。おや、あそこで何やら相談しているみたいですね。相変わらずこのダブルカップル集まってますね。ということで、6月は改めてジューンブライドイベントがあります。とにかくリザ改造のね、記念写真撮影セットを作って家具をもらえるといったようなね、そういったイベントとなっております。結構写真撮影段階ごとに住民さんが遊びに来てくれたりとか、イベントもあるので、たくさんやればやるほど新鮮な要素も楽しめるイベントとなっております。ちなみに攻略も見ながらジューンブライドのイベントについて確認していたんですけど、誤植を見つけてしまいました。パニエルの撮影スタジオでリサと改造の結婚記念日を撮ってあげることができって書いてあります。結婚記念日ではなく結婚記念日になってます。見つけてしまった。ということで、任せてよ。おー、なんかでも改めてやっぱウェディングの姿を見るとちょっとこう来るものがありますね。感動するものがありますね。そういう方は通常のスタジオと同じで大丈夫だ。ジムさんには前に説明したし、今回は省略させてもらうよ。もうこなれたものですね。とりあえず、まずはリサさんの要望を聞きまして、それに合わせて作っていきましょう。今日は挙式のためのチャペルみたいなセットで撮影したいの。この1日目のお題は毎年やっているから、結構何度か作っているけど、今回はどうしようかな。ホワイトやピンクを基調と
とした可愛らしいセット。両、このイベントでは、イベントタブにね、ウェディングの家具が集まります。初めてやる方は、日付を追うごとに使える家具が増えていくので、最低7日間やるのはおすすめです。こちら連続ではなく、6月中に7日間やれば十分でございます。そうすると、報酬で家具がもらえたりとか、部屋をレイアウトすることでもらうことができる。愛の結晶を使って、改造さんから家具をね、交換してもらえるので、それをしまくれるに使うこともできます。ちょっとお城の門とかって豪華にやってみようかな。ハピパラと違って一度ね自分の家具リストに登録されている家具ではないと使うことができないので要注意です。なんかすごい神聖な場所みたいになった。もうちょっと奥行き感を足すために間を空けてウェディングのねフラワースタンドを活用し装飾して入り口にウェディングなウィルカブボードを置いて少しバランスを調整しましてお客さん呼ぼうか。最初はまだ住民さん呼べないので埴輪たちでも召喚しましょうか。こうなんか楽しんでそうな子がいいな。お祝いしてそう。コロン埴輪とかどうだろう。キュートな感じ。リサさんと海蔵さんがピンクと水色だからこの子の色合いはバッチリかも。一旦チームお邪魔だから隠れといて。なんか三角関係みたいになったかも。でここで埴輪さんたちが見守ってくれているという設定にしましょうか。よし、めちゃくちゃシンプルなんだけど、写真を撮る分には申し分ないと思うので、一旦撮ってみましょう。ZL で写真を撮るで、ジムを一旦消して、お二人にカメラを向けまして、いいね。お城家具室内やっぱ豪華に見えますね。ちょっとこういったフィルターをかけていけば、よりそれらしくなるのではないでしょうか。こうなんか一国のお姫様や王子様を彷彿とさせるような、一枚のお写真を撮ることができました。これで話しかけると、さあどうでしょう評価は。リサさん、今年もおめでとう結婚記念日。海蔵さんもおめでとう。素敵なセットを作ってくれてありがとう。おかげでいい写真が撮れたわ。お、あえて言うならあれ、今回のテーマに合う家具があんまり置かれてないみたい。わー、足りなかったか。もう、こなれたものですね。そう、これ結構思った以上にテーマに合うウェディングな家具をね、いっぱい配置しないとマックスの評価得られないので、そこのところだけ要注意でございます。セットの雰囲気がテーマと違う感じがすれば、まあでもね、いっぱい愛の結晶を持っていて、もう評価気にしないよって方は、なんか今までない雰囲気作り試してみるのも面白いのではないかなと思います。あ、でもお礼もらえたね。ウェディングのベンチありがとう。あとこれも受け取って。愛の結晶よ、ありがとう。交換は6月中まで。そして交換できる数は1日8個までなので要注意でございます。ウェディング額はかなり多くて、家具もこんな感じで、たくさん用意されているのですが、他にも壁紙や床、そしてラグ、さらにドレスやね、タキシードまで、パンプスやシューズ、ベールまであるので、このあたりをチェックです。ちなみに一番高いのは実は、ドレスやタキシードということで、これを住民さんにあげれば、あなたの愛は伝わること間違いなし。ちなみにジムはかなり住民さんにプレゼントしてます。みんな、ジムと結婚しよう。あ、もうちょっと高いやつあったわ。ウェディングのパイプオールが40円か。結構使うね。ちなみに、愛の結晶は、1日に0個から最大1日目から6日目までは14個7日目以降は18個もらえるので最大個数もらえるようリサさんの要望をよく聞いてチャレンジしてみるのがおすすめです。ということで今年もお幸せに。わっ、イチャイチャ見ちゃったわ。ほほ笑ましい。あれ？なんかさ、島に帰ってきたらちょっと天気悪なってるな。うわ、なんか梅雨って感じありますね。天気があまり安定しない感じがあります。そんな夏の始まりですが、6月は他にも6月21日に夏至、1年で一番日が長い1日。日の出の時間が午前の5時、日の入りの時間が午後8時。日の入りが午後8時ってかなり遅いですよね。熱盛の時間の変化が起こる日なので、要チェック。さらに、第4土曜日は虫捕り大会。こちらもあります。また、シーズン家具もたくさんあります。スペシャル商品のシーズン6月10日まで、端午節のちまき。チリストックが端午節にちなんで売ってます。さらに、6月15日まで、国際子供の日にちなんで、手作りの王冠、手作りのマント、あります。この王冠住民さんにプレゼントすると可愛いし、安いのでおすすめです。父の日に感謝を込めて、6月いっぱいは、父の日サンキューマグカップ、父の日サンキューレシピ、父の日サンキューエプロン、
売ってます。このエプロンめっちゃ料理できそうで可愛いですよね。ウェディング家具はなんとシーズンのところにも売ってます。ウェディングベル、リングピロー、結婚指輪、ウェディングのドアプレート、フラワーシャワーはこちらで売っているのでお見逃しなく。さらに6月15日から21日までの期間はひまわりのサングラス。ジムのしおりは住民さんに配りすぎてみんなつけてます。ひまわり大好きなんでね。でも結構パリピになります。からのひまわりの赤森、これもめっちゃ可愛いですよね。色合いがたまらん。でひまわりのラグ、そしてメイポールがね売られます。買い忘れのなきよう要チェックです。わあ待って、他にもアジサイ咲いている。リムの島だと社長ジャックのエリアがアジサイめっちゃ綺麗ですね。紫をアクセントカラーにした天体観測エリアなので、ピンクかな紫かなのアジサイがとても美しく入っており、お気に入りです。こう実は生配信の方で結構細かいところもね島整備したんですよね。この島改めて整備すると細かいところすごくすっきりしてめちゃくちゃ気持ちよかった。あ、さらにここもだ。こっちは青いアジサイかな、たぬき商店周り。待って、アジサイ好きすぎるね。ジムめっちゃ植えてるじゃん。色合いが、花の大きさが他のテーブルと比べてもかなり大きいので咲くと本当にパッと見栄えが変わりますね。めっちゃテンション上がる。さらにね、たぬき商店の外装が夏仕様になっておりますね。貝殻とかカモメが飛んでいるガラスのね装飾とかめちゃめちゃ可愛い。中も、お、待って、そんなことある？パンダ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 、あーパンダが並んでる。しかもなんかめっちゃ夏って感じ。これもなんか色合いバッチリだし完璧すぎる。ということで季節限定商品サーフボード、そしてレトロの扇風機が日替わりで売られます。サーフボードも夏を感じる家具でリメイクも可愛いのでおすすめです。このあたりの装飾も貝殻や浮き輪最高に可愛いですよね。エイブルも夏服が売られます。背景もね夏仕様になっていてとても可愛い。今日は何売ってるかな。あ、ジュンくん帽子だ。この島ではなく3つ目の島の方でね、ついにジュンくんをお迎えして住民さん10人揃い。こちらは萌えデザインなしのね島クリエイトも進行しているので、もしよかったら生配信遊びに来てください。あれでもなんかちょっと夏らしい服あんま今日売ってなかったな。ちょっとあったかめ。このクローバーのワンピースそうかな。幸せがめっちゃ訪れそう。ということで改めてなんですけれど、ジン無人島島クリエイト完成しました。リメバンチはこちらになります。いやーなんかこうやって地図見てみるとめっちゃなんか複雑な地形しておりますね。まあちょっと歩きづらいところもね、ごちゃっと島国が大好きなんであるかもしれないんですけれど、歩くたびに景色が移り変わる島ということで、実はストーリー性もある島クリエイトを楽しんでもらえたら嬉しいです。生配信の方でね、一通り紹介して回るパートを設けているので、もしよかったらそちら何回もご確認ください。今日本当はもうちょっとがっつり島紹介しようかなと思っていたけれど、イベントがてんこ盛りすぎて尺が足りなかった。そしたらさ、住民さんに愛の結晶を渡したいと思ったんだけど、なんか住民さんいないんだよね。もうすぐ雨が降るからみんな引きこもったのかと思いきや部屋にもいないし、どこ行っちゃったんだろう。この二人は座ってるからね、愛の結晶渡せないし、あれ、みんなジムの愛受け取りたくない。あ、ロボくんいた。ロボくんジムの愛受け取りたいよね。そうだよねと思ったけど座っちゃったな。かっこいいな。こうやって自分が作った島で住民さんたちがくつろいでる様子をこっそりとパシャパシャと写真に収めるのがとても大好きな瞬間でございます。こちらの写真たまらなくないですか。ものすっごい癒しです。さあ、そんなロボくんに愛を届けたい。とりあえず一つ分けといて、分けなくても大丈夫だったかな。おめえに譲ってもらった丸メガネを身につけたらよ、3割増しぐらいでいい男に見えないか。いい男だよ。へへ、ちょっと言い過ぎたか。偉いぞ。待って、そのセリフちょっと糸目に来てない？かっこよすぎませんか。なかなかに惚れさせに来ていますね。うわ、そのなんか半目とかも、うわ、イケメンすぎる。イケメンすぎるから愛の化粧受け取って。ねえロボ君、全然立ってくれない。なんで全然立ってくれない。どうしてなの。おめえにもあると思うが、誰しも宝物って呼べるものを持ってたりするよな。宝物、そうだね、大切なものはたくさんあるね。例えば視聴者さんとか大切な人だけどね。俺の宝物はガキの頃に親父にもらった壊れがけのラジオ。へえ、そんなの持っているの。ダイヤルを回してると雑音の中から異国の言葉や音楽が聞こえてきたりして、やけにワクワクしたもんだぜ。偉いぞ。なんかちょっと世代トークな感じがするけれど、異国の言葉や音楽にもつながるラジオ大切にしてるんだ。なんか初めて聞いたわ。ロボくん、そんなお父さんからもらった宝物のことをジムに話してくれるなんて、もうこれは結婚なの。愛の結晶、愛の結晶。あ、
立ってくれた。ともくん、チームからの愛の結晶を受け取ってくれ。なかなか住民さんに愛を伝えることって難しいと思うけど、このね、ウェディングの愛の結晶だけはちゃんと愛を伝えることができます。これ、愛の結晶か？えへ、こういうのもらうと、なんか照れちまうな。ま、ありがたく受け取っておくぜ。偉いぞ。照れるともくん、かわいい。あ、でもなんかそっけない。さすがロボくんって感じだわ。大人の対応。ロボくんに梅雨エリアに来てもらった。めっちゃ綺麗だからロボくんめっちゃ似合うな。この青いロボくんだからこそ、アジサイがすごく似合う。汗かきの俺にとっちゃ、今はちょっとばかし辛い季節とも言えるが、あ、このリアクションは夏にしか見れない特別なリアクションです。この手でうちはパタパタするやつ、ナストークだ。一汗かいた後のエスプレッソは格別だし、そういう意味じゃいい季節だな。偉いぞ。エスプレッソホットで飲むんかな。さすがにアイスかな。大人だ。なんか今日はちょっとロボくんの大人を見た気がします。ということで、いかがでしたでしょうか？ジンマはこれからも、あつ森をもっと楽しむ動画や配信をお届けしていくので、チャンネル登録、グッドボタンのポチ入れをお願いします。ジンマは X、Instagram やっているので、概要欄からフォローしてもらえると嬉しいです。みんなで6月を楽しんでいきましょう。あ、ロボくんあっち行ったわ。ジンマでした。バイバーイ。